第58回大会スタート地点東葛飾地方、中学校駅伝競争大会は、千葉県東葛地方にある全公立中学校と一部の私立中学校が参加して行われる駅伝大会である。通称、東葛駅伝。野田市総合公園陸上競技場と松戸市立中部、小学校間をコースとし、1年を機にスタートゴールを交代して行われる。 10人の走者によって松戸市のシ市間の約 32km の行動を白バイの先導の下で走るのは全国でも珍しい。毎年10月に行われ2017年時点で71回を数える。第1回大会は1948年に12校で行われたが学校数の増加により2007年時点では70校が参加する大規模大会となった。 現在は全区間でのタスキリレーが行われているが1982年までは1から6区、7区から10区の2区間の合計総合タイムで行われていた時期があった。1985年頃までは各校の顧問等が自転車で伴走することが伝統であったが諸事情により廃止された。コースや中継所は諸事情により毎年若干の変更はある。 1983年以降、奇数の大会は、野田スタート、松戸ゴール、偶数の大会は、松戸スタート、野田ゴールである。ありがとうございます。